本線から入ろうとする車広報サービスエリアは、奈良県奈良市の名阪国道上にあるサービスエリアである。上り線側は2009年に閉鎖され、現在は下り線のみの営業となっている。サービスエリアを名乗ってはいるが、一般のパーキングエリア程度の面積、設備である。閉鎖された上り線は、加速車線、減速車線がなく、定時路の形態をとっているため本線から、 サービスエリアへの分流、サービスエリアから本線への合流が極めて困難であった。一方下り線もかつては同様の形状をとっていたが、こちらは加減速車線が新たに設けられ強要に付されている。ただし、出口付近は急勾配の下り坂である上に、本線の交通量が多いことから、サービスエリアから本線へ戻る際には適切な加速と、 合流のタイミングを見計らうことが求められる。なお下り線側からは、奈良盆地の天理、柏原方面を一望できる。かつて、名阪港さんが、広報レストランとして、施設を運営していたが、2006年夏頃に、閉鎖された。その後、2007年3月18日に、麺屋武蔵系列の麺屋よりがオープンしたが、2009年2月11日を、 もって自販機コーナーとともに、閉店、さらに前日下出入り口の問題に加え、2000年代に入る電離パーキングエリアや道の駅割、TRS が開設されたことで利用者も減少した。2009年3月10日、総務省近畿管区行政評価局が、国土交通省奈良国道事務所に対し、行政区上救済推進会議の意見を踏まえ、広報サービスエリアを廃止するよう圧戦し、 同年3月31日をもって、上り線のサービスエリアは閉鎖された。広報サービスエリア面や、より及び自販機コーナーの閉店のお知らせ事故が、多い名阪国道にある、広報サービスエリアの使用を禁止してほしい。行政区上救済推進会議の意見を踏まえた、あっせん名阪国道広報 SA の閉鎖に、ついて名阪国道広報 SA の閉鎖について、ありがとうございます。